では、明けましておめでとうございます。はい、どうも、スポフクです。今回はですね、我が家の飼育種たちを紹介していきたいと思います。今全部で成虫は6頭ですね。ではまずこちらからエルファスゾウカブト 74mm メスです。で、こちらからオークスさんのヘラクレス 155mm です。で、こちらが先日も紹介したエルファスゾウカブトのオス 118mm です。で、こちらがそのオスにかけたエレファスゾウカブト 70mm のメスです。で、こちらが一番最初の動画にもアップした 144mm 極太系のヘラクレスです。立派ですね。かっこいいな。で、こちらがヘラクレス。このオスにかけたメスですね。72mm です。では軽くブリードルームの紹介もしていきます。こちらがですね、118mm、70mm エレファスゾウカブトの幼虫たちです。今んとここっちと下と上40頭ぐらいいます。で、こっちが 74mm の方ですね。で、こちらも40頭ほどいます。で、まだね、大きいこれに移してない幼虫たちがこんだけいます。で、こちらがオークションで買ったヘラクレスの幼虫。オス3匹、メス3匹です。あと実は1週間前に買ったヘラクレスの幼虫たちも1、2、3、4、5、6、6頭います。まあ、この子たちの紹介はまた後日動画に載せるかもしれません。では軽くブリードルーム回っていきます。こちらですね、まだこれからこの子たちを入れるストックしているボトルです。こんな感じですね。こちらがよく販売とかするときに使うカイロとかを入れています。だいぶね、少なくなっているのでまた買いに行きます。で、こちらが転倒防止剤とか、まあ、いろいろですね。ふるいとかいろいろです。で、こちらに行って、これが成虫の管理マットです。ふわふわマットをいつも使っています。九十九里クワガタファームさんですね。これかなりおすすめです。で、こちら見にくいんですけど、昆虫ゼリーを入れています。で、こっちもゼリーを、 50g のゼリーをここには置いています。で、こちらプラボトル1400ですね。で、あとこれもプラボトルかな、800のプラボトルですね。この子たちはヘラクレスとかエレファスの初齢幼虫の時に使おうかなと思っています。ちょっとね、1400でやってたんですけど、まあ、どうやら800でも十分らしいので、まあ、こっちの1400と800どっちが大きくなるのか実験的要素もあるので楽しみです。で、こちらは温室ですね。主に卵の管理をしています。こんな感じですね。これがまたね、ヘラクレスじゃない、これはエレファスですね。エレファスの、ちょっと見ますかね、卵たちです。まだ孵化する前の卵が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、10個あるので、これからまだ増えていく予定です。こんな感じですね。どうするので、ちょっとスプレーします。これかなり便利アイテムだと思います。もう10年以上使ってるんですけど、25度ピタリで、だいたいですね 0.5 度1日誤差がありません。今は 24.7 度です。湿度がだいぶ低いんですけど、まあ、密閉されてるので大丈夫だと思います。特に孵化率に影響があったことはないので、まあ、大丈夫でしょう。大丈夫だってほしいです。あとはそんなもんですかね。まだちょっといろいろ汚いので、これから整理していきたいと思います。あとこれか。これはエアコンの掃除とか、霜取りの時にエアコンが止まってしまう時のためだけのヒーターですね。大体10分から15分ぐらいエアコンの掃除でかかるので、その時にこのヒーターを使っています。あと撮影の時の三脚ですね。あとここか。ここはカーテン。これからこのカーテンを買ったので、つけて、さらに、です。光をシャットアウトして、まあ、多少の保温率も上がればいいかなと思っています。じゃあちょっと幼虫たち見ていきます。エレファス、11月13日、
孵化したエレファスだいぶ大きくなってますね。オスかなメスかな、どうだろう。ここはいないな。あともう一匹ぐらい見たいな。ヘラクレスでいきます。ヘラクレスですね。あ、この子はちっちゃいけど頭が大きいです。ちなみにこの子も11月に孵化した個体です。オークションで買ったのでオスかメスかわからないんですけど、どうですかね、頭大きいのでちょっと期待しています。ちなみに昨日初例から2例に脱皮しました。こちらもいますね。買った時はね、ほんと土初例だったのでちょっと心配だったんですけど、なんとか成長してくれてるみたいでよかったです。あとこちらがエレファスの初例の幼虫ですね。見えますかね、だいぶまだ1センチぐらい、2センチぐらいかな、ちっちゃいです。でも頭は結構大きいので結構期待してます。でこちらがちょっと大きくなった幼虫ですね。ちょっと1頭ぐらい見たいんですけど、いるかな。いましたね、そこに。だいぶ大きくなってます。 30g ぐらいでしょうか。あとね、3、4ヶ月したらだいたい 100g 超えてくると思うので、そちらも楽しみです。こんな感じですね。あと何か気になることがあればコメント欄とかぜひぜひ書き込みしてください。ちなみに上の温度は 25.4 度、湿度は低いんですけど、まあちょっと、まあ、しょうがないかなといった感じです。で下の段は 24.2 度ですね。ここはヘラクレスのオスですね。で下がヘラクレスのメス、だいたいここは21から22度で、なるべく浮かずれを減らそうかなといった狙いです。どうなるか、これもまだ勉強なので、まあ、実験段階ですね。どうなるか、次のねマット交換の時には動画もアップしたいなと思っています。ちなみに現段階での体重ですが、この子は 60g ぐらいでした。でこの子も 60g ぐらいで、この子は 50g ぐらいでしたね。でメスのこの子は 50g、 50g、 60g ぐらいだったと思います。あとでね管理ノートを見ればわかるので、本当ね管理表をここら辺に貼っていきたいなと思うんですけど、湿度でね結構結露とかやられちゃうので、まあこういう簡易的なシールを貼って管理ノートで別管理しています。全部こういう感じで管理番号で当ててます。で最上段ですね、これは100均で買ったパン屋さんというケースです。エレファスドコプトの魅力は100均で飼育ケースが揃っちゃうとこもいいかなと思っています。ちなみにパン屋さん容が 4.2 だったかな、確か4リットル前後だったと思います。これで十分羽化まで持っていけるのでオスもおすすめです。ちなみにさらに大きい容器となると、先ほどメスに使ってたこれですね、これも100円ショップで買ってます。これは5リットルですね。まああまり変わらないかなとは思うんですけど、こっちで飼育しても大丈夫です。でも聞いたところによると、これでも十分120ミリアップが狙えるみたいなので、変に大きすぎなくてもいいのかなといった印象です。ぜひ増加ブトを買われる方は参考にしてみてください。ヘラクレスのメスもこれで十分いけます。あとこれか、最後にこれの紹介です。これはウェブカメラですね。スマートフォンから遠隔操作で温度とかを管理しています。ちなみにこれですね、今の映像がこれです。26度ぐらいに刺してますね。ちなみに今の時間です。26度ぐらいを刺しているのでちょうどいいかなといった感じです。ちなみにこの針が25度の時は24度で、若干1度ぐらい高くしてるので、今は26度表示なので、こちらでは25度ですね。いい感じで測れていると思います。ちなみにアナログの温度計っていうのはあれですね、夜でも
見やすいのでおすすめです。こういうデジタル表示のはね、夜どうしても見えなくなるのでカメラを通すと、そういう場合はこのアナログがおすすめです。このカメラを買って初めて分かりましたね。よかったら参考にしてください。では今日はこの辺で、今日最後によかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では今年もよろしくお願いします。